今暗号通貨が安いので今のうちに稼いでおくと暗号通貨の価格が上がった時にね、何倍にも膨れ上がるっていうところがポイントかなと思います。はい、こんにちは、ハッチンドです。2023年もよろしくお願いします。はい、今回はですね、私の YouTube のコメント欄にいただいたこのね、投稿ですね、ハチノさんから見て絶対にやっといた方がいいもの5つあれば教えていただきたいですということで、まあ、スウェットコイン、スターネットワーク、パイネットワーク、コインペイ、これ多分コインペイユーのことですかね、ビットウォーク、マーズ、パムルはやっていますということで、まあ、そうですね、マイニングアプリと、あと、ウォークツーアーンのアプリと、あとこれは、フォーセットサイトですね、ちょっとごちゃごちゃ一色たになってますので、これね、それぞれ、分けてね、考えていきたいと思います。なので、はい。例えば、スウェットコインとかビットウォーク、パブルですね。これは、ウォークツーアーンのアプリですね。で、スターネットワーク、パイネットワーク、マーズ。こちらはマイニングアプリで、で、コインペイって書いてある、これ、多分コインペイユーのことだと思いますけど、これ、フォーセットサイトになりますので、それぞれね、ちょっと違ってるので、それぞれの分野で5つ、ね、これは、まあ、やっといた方がいいかなと。まあ、私が考えるね、やつを、はい、紹介していきたいと思います。でですね、まあ私が紹介しているものは、基本的には無料で稼げるアプリですね。有料のね、ステップンとか、ああいったものはやっぱりリスクがあるということで、無料であればね、最悪、こう、もらえなかったりしても、まあ無料だからしょうがないかなっていう感じで諦めがつくような、まあそんなものを、まあ、紹介してますので、逆に言うと無料なのでそんなにがっつり稼げるというとちょっとねそこまではがっつりは稼げないんですけど、まあね、お小遣い程度っていうか、特に暗号通貨とかであれば今後ですね、2年後3年後5年後とかに暗号通貨の価格が上がった時に、まあそこそこの収入になるんじゃないかというものをね紹介していますので、はい、その辺をね、解説していきたいと思います。まずですね、これそれぞれね分けたんですけども、ウォークツアーアプリですね、例えばスウェットコインとかビットウォーク、パムルですね。でこの辺はですね、作業としては特にねやることはないんですけど、まあ基本的に歩いたりとか移動していれば勝手にねポイントがつくんですけども、ポイントを回収するときに特に国内のアプリですね、広告視聴が必要なものがあるので、結構ね私も12、3個登録してますけれども、そのうち国内のやつがやっぱりポイント回収の時にね、動画を見ると。で、動画をそれぞれのアプリで見ると、結構ね、1日50個くらい動画見てるんじゃないかっていうくらい、結構動画見るだけでも大変かなと思います。はい。で、まあ、無料の仕組みなんですけど、まあ、そう、動画を見ることで、まあね、広告費が支払われるので、その広告費の一部をね、ユーザーに還元してるっていうビジネスモデルかなと思います。はい。で、メリットとしては、まあ、歩く、走る、ついでに稼げるっていうところと、あと、デメリットとしては、ね、プレイツアーンやってる人だったら、ウォークツアーンですね。ごめんなさい。ウォークツアーンやってる人だったらわかると思いますけど、そんなに言うほど稼げないですね。もう月に数十円、数百円ですかね。はい。まあ、数千円まで行くウォークツアーンアプリってないんじゃないかと思う。多分ね、数千円稼ごうと思ったら、多分、投資が必要ね。最初になんか、数万円、数十万円の NFT 買ってみたいな、ステップみたいなことやんないと多分そこまで稼げないんじゃないかと思います。はい。で、結局ね、広告視聴するので、ね、後で解説しますけど、どうせ広告視聴するんだったら、まあ、フォーセットサイトが一番還元率はいいのかなと私は思っています。はい。で、真ん中が、マイニングアプリですね。こちらはどちらかというと、もうスマホのアプリですね。スマホにアプリをダウンロードして、スマホ上で動かすっていうものが多いですと。で、例えば、スターネットワーク、パイネットワーク、マーズですけれども、まあ、作業としてはね、毎日アプリを起動するだけですね。で、ワンタップしたりと。で、ものによってはですね、広告視聴しないと、ね、有効にならないものがあるので、この辺ちょっとね、めんどくさいなと思います。ヘキサネットワークとかね、広告見ないとスタートしない、ね、マイニングスタートしなかったりするので、その辺はちょっとめんどくさいアプリもあるかなと思います。で、無料の仕組みなんですけど、まあ、マイニングアプリはまずね、会員集めてコミュニティ作って、で、その人たちが、まあ、プレセールとか、あと NFT とかを購入してもらって、で、上場した時にね、市場価格で価格が上がれば、まあ、儲かるかもしれないね。
はい、なので、うん、そうですね、もうこれは本当に上場した時のその相場によるので、必ず儲かるかっていうと、うん、どうかなっていう感じはあるんですけれども、まあね、私、まずこの間上場した時に、そうですね、今までマイニングしてた分で1万6000くらいの、はい、一応ね、の利益は出ましたので、はい、まあ、全くゼロではないですけれども、本当にプロジェクト次第ですね。はい。で、ものによってはね、広告視聴があるので、その広告視聴、まあ、広告視聴目当てで、スマホマイニングアプリとして出しているものもあるので、まあ、ちょっと気をつけてくださいねっていうことにはなりますけれども、はい。で、メリットとしては、まあ、プロジェクトが成功すれば、ね、かなりの先行者利益が得られるんじゃないかということで、まあそうですね。パイネットワークなんかはかなりね、本当にスタンフォードの教授が作ってるっていうことで、かなり期待はしてるんですけども、まあどこまで本当にね、伸びるかですよね。本当にこればっかりはどうにわからないので、もうね、上がると思えばね、続ければいいし、もうなんかめんどくさいよとかいう人はね、途中で離脱するのもありかなと思います。はい。で、デメリットはやっぱりこれですね。稼げるのはもう何年後かわからないと。パイネットワークなんてね、まあ多分、今年も上場しないんじゃないかと。なんか年末ね、ちょっとフォビーとか結構いくつかですかね、5、6個くらいの取引所に上場してましたけれども、姉が本物なのかどうかっていうのもね、未だにちょっとわからないような状況ですけれども、はい、なので結構ね、稼げるまでに時間がかかるっていうのが、まあ、デメリットかなと思います。で、最後にフォーセットサイトですね。こちらは、まあ、ウェブサイト、ね、ブラウザーでつなげて、まあ、動かすアプリっていう感じですかね。で、例えばコインペイユとか、後で紹介しますけれどもね、いろいろフリービットコインとかありますので、はい、結構ありますと。で、作業としてはね、ロボットでないことの確認、キャプチャーを通して、あとスロット回してとか、で、ものによってはアンケート回答とか広告視聴することでポイントもらえたりっていうのがありますと。はい。で、無料の仕組み、これはもう完全にね、広告、まあ代理店型ですね、広告を表示することで、はい、表示するだけで、収入を得られるものとか、あとクリックすることで収入を得られるとか、あとスポンサーがね、広告を出すことでっていうことで、本当に運営側が広告料で儲かって、その儲けの一部をユーザーに還元するっていう、まさに広告ビジネスモデルですね。はい。で、メリットとしてはね、フォーセットサイト、本当にやればやった分だけ稼げるっていうのがメリットだと思います。で、デメリットとしてはやっぱりね、ウォークツアーンとかマイニングアプリって、まあそこそこ、まあ、楽しんだりはできるかなと思うんですけど、フォーセットサイトは本当にもう作業なので、稼ぐためにこうね、いろいろ作業してっていう感じなので、まあその分、他のね、特にウォークツアーアプリに比べると、まあ、収入の額はちょっと大きいかな。まあ大きいといってもまあ1000円くらいとかね、数百円なんですけれども、まあそうですね、数十円とかに比べるとちょっと高いかなと思います。はい、ということでここからですね、それぞれのアプリですね、おすすめを、紹介していきたいと思いますけど、まずね、ウォークツアーアプリのおすすめ5選ということで、まあ、トップバッタースウェットコイン、スウェットウォレットですね。まあこれはもう本当に言わずもがなだと思いますけれども、まあ多分ユーザーもね、世界中で、まあ、1億2000万とか言ってましたかね、スウェットコインに限っては。はい、やってますので、ぜひですね、はい、こちらはまあやった方がいいということでおすすめしておきます。はい。で、具体的にまあどんなことができるとかっていうのはね、こちらの動画で詳しく解説します、してますので、こちらの動画を見ていただきたいのと、あとね、スウェットコインとあとスウェットウォレットね、両方必要ですので、スウェットコインのアプリとスウェットウォレットのアプリですね、はい、その辺についてはこちらの入門動画っていうのを作ってますので、こちらを見てね、まだやってない人はスウェットコインとスウェットウォレット両方のアプリインストールが必要なので、まあ、その辺からちゃんとね、理解してやっていただければと思います。はい。で、ウォークツアーアプリの2つ目ですけども、こちらはね、最近私が動画を作ったやつで、 T ヘルスケアというものになります。はい。で、ほとんどの方ね、結構日本国民だったらね、ほとんどの方 T ポイントを使ったことあるんじゃないかとね、特に我々の昭和世代ですね、レンタルビデオとかね、レンタル DVD とかレンタル CD とかね、ツタヤで借りた人とかは大体 T ポイント持ってると思うので、まあそういった人たちはね、ぜひね、やっていただきたいなと思います。で、この T ヘルスケアの最大のメリットはですね、ポイント回収の時に動画を見なくていいと、本当にね、もうアプリログインするだけでポイント回収ができるっていうところが一番のメリットかなと思います。なのでね、
2番目に紹介しています。はい。で3つ目としてはステッパーですね。こちらはですね、まあ、広告視聴、まあ、視聴もたまにあるんですけれども、ね、あの他のオークツアンアプリに比べてこう30秒とか長い広告を見なくていいと、ね、とにかくあの短い広告がまあたまに流れるくらいで、それ以外はね広告のポップアップが出るんですけども、それをポップアップ消せば広告見なくていいので、そういう意味では、はい、ポイントの回収が結構楽だということで、まあ3番目におすすめしたいと思います。はい。で4つ目はですね、コインというアプリですね。こちらは位置情報をまあ収集して、まあ、それをね、ビジネスにして、その利益の一部を還元するというモデルなので、こちらも広告を見なくてもね、ちゃんとポイントが回収できるっていうところで、はい、一応4番目におすすめということです。やっぱりね、広告を見るのが本当に辛いんですよ。ね、やってる人だったらわかると思うんですけども。なので、広告見なくてもね、ポイントがもらえるっていうところで、私は、はい、4番目におすすめしています。はい。で、5番目なんですけども、こちらはですね、まあ、稼ぐには多分ね、課金しないと稼げないんですけども、あの、ウォークツアーアプリとしてやってて楽しいのが、このね、アグレットというアプリになります。まあ、結構いろんなところにこう、プレゼントボックスが落ちていて、それを開けると、こう、スニーカーを拾えると。で、拾ったスニーカーをまた履いて、で、ポイントを貯めてみたいな感じで、まあ、稼ぐというよりは本当にね、楽しむ感じのアプリになるので、まあね、他のアプリと一緒に入れて、はい。で、私もね、このマラソン、ランニングとかするときは、このアグレットの、こう、ボックスが落ちてるとこ、ね、めがけて、コースを変えたりとかするので、まあ、そういう意味ではね、結構歩いたり、ジョギングしたりとかいう人にはね、ぜひね、これ入れて楽しんでいただければと思います。はい、そしてここからですね、スマホマイニングアプリですね。で、おすすめっていうほどこう、おすすめできない。本当にね、もう儲かるか稼げるか儲かるかっていうのは分からないので、ちょっとおすすめっていうよりは、私が個人的に期待しているものを5つ紹介しますよということでね、はい、ご理解いただければと思います。で、まず1番目にね、期待しているのはやっぱコアダオね、サトシ BTCs とか、ちょっと前までコアマイニングということで、はい、紹介していました。こちらなんですけれども、まあね、ビットコインとあとイーサリアムのいいとこ取りしたね、次のイーサリアムの次にね、こう何ですかね、来る暗号通貨、仮想通貨ですね。はい、ということで紹介しています。このアプリのすごいのは、ダウンロード数だけで6000万人超えてるんですよね。ただね、稼働してるのはそこまで数はいないと思うんですけれども、なのでね、アプリとして、しかもですね、そう、 Android しかリリースしてないのに、 Android だけで6000万人超えのダウンロードがあったっていうことでね、まあその辺はすごいなと思っています。で、12月のね、12日、結局15日までかな、マイニングや、アプリでのマイニングやってたんですけども、そのアプリでのマイニング終わってまして、今はね、ちょっとボーナスタイムっていうか、今日かな、元旦からね、新しいフェーズに突入するということで、それまではね、ちょっとあの別のアプリで今エアドロやってるので、はい、まずはね、エアドロ参加してみてください。で、またこの次のアプリが多分今日リリースされるんじゃないかと思いますので、この辺のね、情報もまた新たな情報、はい、新しい動画撮って、更新したいと思いますので、はい、コアマイニングね、コアダをやってる方はちょっと動画の方も、この後の動画の方もチェックしていただけたらと思います。はい。そして2番目はね、パイネットワークですね。まあこれはもう本当にね、多くを語る必要はないかなと思います。はい、まだやってない方はね、こちらの動画見ながら登録していただければと思います。で、3つ目、 MERS ですね。こちらも多分私の動画を見てる方だったらね、あのもう皆さん登録はしていると思います。で、先日、去年ですね、去年上場して、まあ価格もついて、まあちょっとね、あの、落ちてますけれども、で、今後ですね、MERSはね、マイニングアプリっていうよりも、メタバースの方でね、はい、どんどん展開を考えていくそうなので、まだまだね、将来性はあるかなということで、はい、今からでもね、マイニング参加できますので、ぜひやっていただければと思います。そして4つ目ですね。これ本当に個人的に期待してるね、ビットコインレジェンドですね。まあ、はい。もう本当に
どうなるかわからないんですけれども、まあ私は結構初期からね、参加していて、まあマイニングも溜まってますし、何よりですね、先日リリースされたこちらのゲームですね、このゲームの完成度が結構高くてですね、あ、これは結構期待できるんじゃないかということでね、これから P2E のゲーム、どんどんね、もう10個くらいですかね、なんかリリースしていくっていうことで、で、ゲームで稼いだね、なんかポイントなり、トークンを暗号通貨に交換して、まあ、稼ぐことができるということで、はい、かなり期待していますと。でですね、ね、最近ですね、この価格がね、どん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 上がってきて、もうね、上場価格をさらに上回って、まだ右肩上がりで上がってますということなので、この辺がやっぱり皆さんね、期待の表れなんじゃないかと思いますね。結構大体ね、上場からずーっと下がり続けるっていうのが、この辺のマイニングアプリのね、特徴なんですけども、ここまで V 字回復したのって珍しいんじゃないですかね。はい、今後もね、このままの勢いで上がっていっていただくれればと思って、ね、かなり期待していますと。はい、で最後はですね、これちょっとマイニングアプリと言っていいのかどうかわからないんですけれども、まあね、ぜひですね、これ稼げるのでやってくださいっていう意味で5番目に持ってきました、ハニーゲインとポーンズアップですね。はい、でハニーゲインについてはね、こちらの動画で詳しく解説してますので、はい、ぜひね、この動画見ながらやってみてください。でポイントはですね、いらなくなったスマホ、機種変した前の機種のスマホとかでも、もしねお持ちであれば、それをね、初期化して無線 Wi-Fi 活用で、はい、やっていただければできますので、はいね、まあ、その辺のやり方もこの動画で詳しく解説してますので、ぜひね、やっていただければと思います。で、ちなみにですね、私の場合はですね、去年ね、1月から11月くらいのね、稼働で、642ドルね、だから、一月あたりだいたいね、60ドルね、6000、7000円くらい稼げているので、これがね、結構私の中ではかなり稼げてるアプリかなと思いますので、皆さんもね、ぜひやっていただければと思います。で、まあ似たような仕組みのアプリで、ポーンズアップというものがあります。で、これですね、公式が一応ね、だいたい皆さん月 9.6 ドル稼げますよと言ってたんですけれども、先日ね、私がやった限りだと、まあ500円くらいかな、稼げたのは。はい。まあそれでもね、ハニーゲインと合わせてやれば、そこそこ稼げるんじゃないかと思いますので、ぜひね、やっていただければと思います。はい、そしてここからはね、フォーセットサイトのおすすめですね。これは本当にね、フォーセットサイトはやればやった分だけ稼ぎますのでね、もう一番手っ取り早く稼ぐだったらフォーセットサイトをね、無料で暗号通貨稼ぎますので、ぜひね、やっていただけたらと思います。で、その中でも特にですね、稼げるやつね、5つ紹介したいと思いますけど、まずはね、B スピンですね。はい、こちらがですね、本当にね、業界最高報酬っていうタイトルつけたんですけれども、20分ごとにね、無料フォーセットできるんですけれども、これね、24時間もしやり続けたら1日に2160サトシね、ゲットできますと。だからこれ結構すごいね、金額で、多分私が知ってる限りではこのフォーセットサイトが一番報酬が高いんじゃないかと思います。はい、なのでね、コツコツやればかなりね、たまりますので、やってみてください。はい、で2つ目がトラストダイスですね。こちらも報酬が高いので、ぜひね、やっていただければと思います。まあ、6時間に1回ですね、この7つの暗号通貨の中から1つ選んでね、請求するんですけれども、結構はい、還元率がいいのでね。で、この P スピンとトラストダイスですね、どちらももともとはオンカジサイト、オンラインカジノがまあ、客寄せとしてね、やってるサービスなので、やっぱカジノやっぱ儲かってるのかね、そういう無料のサービスっていうのが結構充実していますと。はい、で3つ目がフリービットコインですね。フリービットコ .in とフリービットコイン .io ですね。でフリービットコイン .io の方は、まあ似たようなサイト、姉妹サイトが20サイトありますので、これね、一気にやっていただけたらと思います。はい、で1時間に1回ですね、ビットコインをまあ請求して、まあ、当たれば最大200ドル相当ですね。だから2万いくらですかね。はい、2万円以上のビットコインがもらえる、ね、可能性があるというのと、こちらがフリービットコイン
www.iok の姉妹サイトね、全部で姉妹サイト20サイトありますので、こちらはですね、当たれば最大、300ドル相当のね、暗号通貨がもらえるということで、20サイトありますので、ね、はい、ぜひ動画見ながら登録してやっていただけたらと思います。はい、で、4番目が、ベッドフューリーですね。こちらも、オンカジサイトですね。オンカジサイトが、まあ、客寄せで無料で暗号通貨配ってるような、はい、ものになりますと。で、さっきね、このフリービットコイン .io の姉妹サイトの中で、フリー BFG トークンっていうね、フォーセットサイトあるんですけども、そこと連携して、まあね、BFG トークンっていうのを稼げますので、はい、3番、4番合わせてやっていただくといいと思います。はい、こちらですね。はい。詳しくはこちらの動画見ながら、はい、登録していただければと思います。で、最後にですね、こちらがサトシヒーロー、サトシモンスターっていう、こちらもフォーセットサイトで、基本的にはね、30分に1回フリーホイールを回して、まあ、ビットコインをもらうものになるんですけども、結構ですね、アンケートとか、あとは広告視聴はないか、アンケートと、あとオファーウォールといって、まあ、このね、アプリ経由で別のアプリをダウンロードしたときに、まあ、ポイントがもらえたりするというのと、あとこのサトシヒーローっていうアプリとサトシモンスターっていうアプリ、それぞれですね、30分に1回フリーホイール回すことができて、で、サトシヒーローもモンスターも同じ、なんですかね、ウォレットで管理されるので、どっちで遊んでも、ね、同じ、なんですかね、金額が反映されるということなので、はい、結構ね、使い勝手はいいっていうかね、画面もまあほぼ似たようなサイトで、なんで2つに分けてるのかよくわかんないんですけれども、はい。で、結構私的にはかなり稼げてるし、出金もできていますので、はい、5番目に紹介しました。はい。で、最後ですね、おまけとしてなんですけれども、これね、今まさに冬休み期間に私が遊んでいるプレイツアンのアプリを紹介しますけれども、今ね、サード CBT ということで、クローズドベータテストということで、まあ一部の機能だけね、今開放して遊べますよということで、ね、はい、今やってますということで、まあどんなゲームかについてはこちらの動画見ながらやっていただければと思うんですけども、これがですね、多分今年ですね、今年の春か夏くらいから、ちゃんとしたね、運営が始まると、まあ、プレイツアーンということで、ゲームをしながら稼げるというアプリになりますので、まあ、今からやっとくと、ね、本番運営の時に、まあ、スタートダッシュで先行利益でき、稼げるんじゃないかと思って、はい、やってますので、ぜひね、冬休み暇してる方とかは、この動画見ながら、はい、登録して遊んでみてください。こちらもね、無料で遊べますので、はい。ということで、今回はね、無料のアプリを中心に紹介しましたけれども、まあ、そうですね、2023年度も、無料にフォーカスして、はい、いろんなアプリ探していいのがあれば、動画を撮って紹介したいと思います。で、もちろんですね、無料だけじゃなくて、まあ、有料の案件も、ちょっとなかなかね、やっぱり有料の案件だと紹介しづらいっていうか、失敗した時にね、ちょっと本当に申し訳ないので、なかなか紹介しづらいんですけども、その中でもね、私なりにこれはと思ったものはね、動画撮って、はい、紹介していきたいと思いますので、まあ、2023年もよろしくお願いします。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。また、このチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。歩いて暗号通貨を稼ぐ、ウォークトゥーアンアプリ、スウェットコインです。ユーザー数6400万人の世界最大のコミュニティコインが、2020年夏、いよいよ暗号通貨としてローンチします。無料で始められるので、今からたくさん歩いて稼ぎましょう。歩いてマイルを貯めて T ポイントに交換できるアプリ、T ヘルスケアです。簡単なクイズや T ポイント加盟店にチェックインでマイルが貯まります。面倒な広告を見なくてもポイントが貯められる8のおすすめウォークツーアンアプリです。歩く、水分補給、瞑想、睡眠などの健康課題を完了することで、
暗号通貨を獲得できる Move to Earn アプリ PAML です。 iPhone のヘルスケアや Google Fit と連携しているので、他の Move to Earn アプリと併用して暗号通貨を稼ぐことができます。歩いて稼いだポイントでギフト券がもらえる Walk to Earn アプリ Stepper です。他の Walk to Earn アプリに比べて広告が少ないのでポイント回収しやすいおすすめのアプリです。2019年にリリースされたムーブトゥーンアプリコインです。稼いだコインは地理空間データを匿名で収集検証するジオトークンに交換できます。移動時にはスウェットコインやステラウォークと同時起動して複数の暗号通貨を稼ぐことも可能です。歩いてスニーカーをコレクションして楽しむアプリアグレットです。元アディダスのディレクターが作ったメタバースアプリです。メタバースで靴を拾うと本物のスニーカーがもらえるそうです。コアマイニング、日本では全然知られていないですが、2022年9月時点でユーザー数8000万人超えの世界一の暗号通貨コミュニティです。ビットコインとイーサリアムのいいとこ取りしたブロックチェーンです。アプリでマイニングできるのは2022年12月12日までなので、今すぐマイニングを始めてください。元祖無料マイニングアプリパイネットワークです。世界最大のコミュニティであり、2022年はいよいよメインネットに移行し上場する可能性もあり、パイに価値がつくことになりそうです。まだ始めていない方は今すぐ始めてください。マーズマイニングです。火星をテーマにしたメタバーストークン MRST がマイニングできます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。マイニングで稼ぐ、 NFT を作って稼ぐ、メタバースで稼ぐ、ビットコインレジェンドです。2月に上場予定の PCL をマイニングできます。エアドロップも2月から3回ほど行われる予定で、マイニングアプリのインストールが条件になっています。完全放置で稼げるハニーゲインです。可愛い蜂さんたちが蜂蜜の代わりにお金を集めてくれる、そんな嘘みたいなアプリですが、安全かつ合法な不労所得案件です。クリプトタブや UBA と一緒に24時間稼働がおすすめです。ハニーゲインに続く無料で稼げる不労所得アプリポーンズアップです。機種変した古いスマホでも十分に稼げるので、個人情報が気になる方でも取り組めます。2018年から運営している音カジサイトで無料フォセットとしては業界最高報酬の BS スピンです。20分ごとに無料でビットコインをもらうことができ、1日最大2160サトシをゲットできます。日本語対応している音カジサイトトラストダイスです。オンラインカジノですが、入金しなくてもビットコイン、イーサリアムなど7種類の暗号通貨が無料でもらえます。6時間ごとに7種類の中からお好きな暗号通貨をもらえます。もらった暗号通貨でカジノで増やすことも可能です。フリービットコインです。1時間に1回スロットを回すことで最大200ドル分のビットコインがもらえます。ハイアンドローゲームや宝くじでもらったビットコインをさらに増やすことも可能です。無料で暗号通貨がもらえるフォーセットサイトの20番目のコインは BFG トークンです。1時間に1回スロットを回すたびに最大300ドル分の BFG トークンがもらえます。 BFG トークンをベッドフューリーでステーキングすれば、さらに暗号通貨を増やすことができます。姉妹サイトで全部で20種類の暗号通貨がもらえるので、全部登録しましょう。ベッドフューリー、オンラインカジノですが、入金しなくても BTC、BNB、BFG の3つの暗号通貨が無料でもらえます。20分ごとに請求できるので、コツコツやればすぐ貯まります。また12時間に1回最大 1BTC が当たるスロットが回せます。30分ごとにフリーホイールを回してビットコインをもらえます。サトシヒーローとサトシモンスター2つのサイトで1時間に4回ビットコインが稼げます。2016年から続いているフォーセットサイトです。2013年から運営している老舗のフォーセットサイトコインペイユーです。約20種類の暗号通貨からお好きなコインを4つ無料でもらえます。ビューサイトでも評価が高いフォーセットサイトコインティプリーです。1時間に1回暗号通貨と交換できるポイントをもらえます。
ゲームやアンケートに答えることでたくさんのポイントもゲットできます。海外ではコインティプリーと並んで上位にランクされているフォーセットサイト、ファイヤーフォーセットです。独自ポイントを稼いで12種類の暗号通貨で引き出すことが可能です。ポリゴンマチックトークンや Z キャッシュ、フレアトークンの3つの上場済み暗号通貨が毎日無料でもらえるフォーセットサイト、パイプフレアです。ポリゴンはイーサリアムに代わる DeFi & NFT プラットフォームで、コインマーケットキャップでもベスト20に入る需要の高いコインです。独自のポイント、ダッチーを貯めて70種類以上の暗号通貨に交換できる無料フォーセットサイト、ファイナルオートクレームです。30分ごとに回せる2つのスロットと PTC ショートリンクでポイントを貯めて、ポイントを使って好きな暗号通貨に交換することができます。トラストパイロットで4つ星以上を獲得しているビットコイン専用のフォーセットサイトを3つ紹介します。15分ごとにビットコインを無料でもらうことができます。5分ごとにスロットを回して暗号通貨をもらうことができるフォーセットサイトを一気に3つ紹介します。短時間で一気に参与したい方、とにかくたくさんのフォーセットサイトで稼ぎたい方におすすめです。マイクロペイメントに対応したマルチカレンシーウェブサイトウォレット、フォーセットペイです。多くのフォーセットサイトと提携しており、フォーセットペイへの出金の場合、最低出金額が低く手数料をゼロに抑えることができます。フォーセットクリプト .com、 無料でコインを獲得して17種類の暗号通貨で出金が可能なフォーセットサイトです。30分ごとにクレーム請求したり、デイリーボーナスやレベルボーナスでコイン獲得数を高めることもできます。まだまだ暗号通貨を無料で配っているフォーセットサイトがあります。イーサリアム、ドージコイン、ライトコインがもらえます。他のフォーセットサイトと合わせて1時間ごとにスロットを回しまくりましょう。ブロックチェーンのスケーラビリティを改善する暗号通貨ゼンです。すでに大手の取引所に多数上場している、実動している暗号通貨です。公式サイトが無料配布しているサイトから毎日ゼンをもらえます。自宅のパソコンでマイニングできるブラウザー、クリプトタブブラウザーです。ユニバーサルベーシックアセットやハニーゲインと一緒に24時間稼働でマイニングするのがおすすめです。ブラウザーでマイニングする暗号通貨ユニバーサルベーシックアセットです。メタバースおよび将来のデジタル資産の資本となる UBA を無料で提供しています。 B ネットワーク、1日1回タップするだけで暗号通貨 B がマイニングできます。パイネットワークのパクリ案件でしたが、ユーザーが1500万人を超えて単なるパクリアプリでなくなってきそうな感じです。未来のデジタル通貨、チートムーンネットワークです。24時間に1回タップするだけのマイニングアプリ、2021年12月スタートしたばかりで、ファーストステージで稼げます。スターネットワークです。1日1回ロケットマークをタップするだけで暗号通貨スターがマイニングできます。2021年9月にスタートしたプロジェクトなので、パイネットワークや B ネットワークに比べてたくさんマイニングできる初期段階です。打倒イーサリアムを掲げ中国で立ち上げられた TI チェーンです。アプリリリース前に10万人以上に登録された注目度の高い NFT& メタバースアプリです。タイムストープです。韓国初の元祖メタバースマイニングアプリです。時間を暗号通貨に変えるアプリ、1日1回出席確認が必要です。オープンインベスティングカーレンシー、オピンカーです。新しいテクノロジーと独自の経済モデルを使用して、投資や強制購入なしで主導的な収入を提供するマルチユーザープラットフォームで使える CIO コインをマイニングできるアプリです。メタバースプラットフォームエコシステムで使える暗号通貨をマイニングできるアプリ、その名もメタネットワークです。1日1回ワンタップでメタを獲得できます。2月15日にリリースされたばかりの韓国製のマイニングアプリです。人材ネットワークと暗号通貨を組み合わせた次世代 Web 3.0 タレントエコシステムのボンデックスです。1日1回ワンタップでアプリから BNDX トークンをアーニングできます。2022年に
IEO を予定している一押し案件です。無料で稼げるアーニングアプリ大注目のリージョンネットワークです。ゲームして稼ぐ、動画を見て稼ぐ、紹介して稼ぐ、ウォレットを作って稼ぐことができます。2022年2月に IDO で上場の LGX トークンを稼ぐことができます。 NFT を無料でもらうことができるマイニングアプリユニコインネットワークです。マイニングした暗号通貨で NFT を購入することもできます。入手した NFT は NFT マーケットプレイスオープンシーで売ることもできます。ワンタップマイニングアプリヘキサネットワークです。10分前に広告を見ることで10分間マイニングスピードを2倍にできます。始まってまだ間もないプロジェクトですので、たくさんマイニングできます。コイン X マイニングアプリです。1日1回ワンタップで暗号通貨 CNX をマイニングできます。先着500万人かつ2022年12月31日までのマイニングなので、今すぐ登録してマイニングを始めてください。無料でビットコインがアーニングできるアプリエンバーファンドです。1日1回ワンタップで120サトシがアーニングできます。暗号通貨ファンドで資産運用もできます。1日1回質問に答えるだけで上場済みの暗号通貨ハイがもらえます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。アルコイン、移動するだけでコインやポイントがもらえるので、ウォーキングや散歩ダイエットの習慣づけ、健康管理、ヘルスケアに効果的です。アルコインは歩いてポイントを貯めて、貯まったコインをいろんなペイと変えられる無料の歩数計ポイ活アプリです。歩いて稼ぐウォークトゥーアンアプリの第5弾はアルコです。歩く以外にもビットコインやイーサリアムの価格予想で稼いだり、ミニゲームでも稼げます。ヘルスケアアプリと歩数連携しているので、他のアプリと合わせて稼ぐことができます。ビットウォーク、毎日歩くだけでビットコインが貯まるムーブトゥーアンアプリです。広告動画を見て5倍のビットコインを稼いだり、ビットコイン価格を予想して稼ぐ、ガチャで稼ぐこともできます。招待リンクからの登録で100回分報酬を2倍で受け取れます。日本人の10人に1人が使っている移動するだけでポイントが貯まる超簡単ポイ活アプリトリマです。位置情報と歩数データ両方の移動にそれぞれポイントがつきます。移動以外でもポイントを稼ぐことができるアプリです。歩いて暗号通貨ステラルーメンを稼げるステラウォークです。2022年4月現在 iPhone 版しかリリースされていないのが残念ですが、他のウォークトゥーアン、ムーブトゥーアンアプリと合わせて活用して暗号通貨を稼ぎましょう。毎日の身体活動ウォーキングとランニングをゲーム化し、より健康的なライフスタイルを簡単かつ楽しく維持できるようにする Web3 ウォーキングアプリウォーケンです。完全無料で稼ぐのは難しい可能性がありますが、キャラクターを育ててバトルを楽しむアプリとして遊んでみてください。自動的にお金を稼ぐウェブサイトマイニングアプリスウェルディートです。家を購入し毎日ワンタップでコインを稼ぎ、暗号通貨と交換できます。自動的にお金を稼ぐウェブマイニングアプリアイドルバンクです。1日1回ワンタップで実際のお金と交換可能なコインを生成する仮想銀行を開くことができます。1日1回アイスクリームマシンを起動して暗号通貨を稼ぐクリームゲームです。アプリのダウンロードは必要なく、ウェブサイトでマイニングするフォーセットサイトです。18種類のコインを無料でフォーセットできる S フォーセッツです。 PTC 広告で稼げるサイト ESPTCO とアカウント連携されており、フォーセットと広告視聴報酬で暗号通貨をたくさん増やしましょう。ゲームをすることでお金が稼げるアプリマネーウェルです。以前は放置しても稼げたようですが、最近はタスク完了やゲームで一定のレベルに到達しないとポイントが稼げなくなっているようです。ゲームをやる方であればついでに稼げると思います。